どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは久しぶりのくまさんです。ということでね、くまゴンと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今ね、メンバーさんどんどん増えております。ズームトレーニング、ズーム相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容に移っていきたいと思います。今日は皆さんね、始まって早々ね、くまちゃん私洗ってますけどね、もうどうしたのって思われる方も多いと思うんですけども、なんとですね、くまちゃん明日からトライアル入りますということでね、トライアルって何かっていうと、新しい飼い主さんのマッチングですね。次にね、今度ね、新しく飼い主さんのところに行って、今度ね、新しいね、生活、人生がそこから、人生、転生か、転生がそこからきっとね、スタートしていくと思うんですけども、やっぱりね、次につながっていくときっていうのは、自分たちもやっぱりこうやってね、最後洗ってきれいにしてあげるんですけど、やっぱいろいろ考えちゃいますよね。この子もね、センターにいて、その時はね、やっぱりいろいろあったと思うんですけども、やっぱりね、うちに来た時もしばらく落ち着かなくてね、おどおどしてて、で、なんかね、うんちも緩くなったりとかね、いろいろあったんですけども、もうそういう中でやっぱりね、徐々にね、うちにね、来てからね、いろんなワンちゃん、いろんな人と接していくうちにね、なんだろう、飼い犬っぽくなる。本当に飼い主さんがいる状態なんだなっていうのが、もう顔つきが変わるんですよ。本当に嬉しそうに、やっぱりね、ワンちゃん自身もね、ここにいていいんだとかね、いろんな人とかね、愛情に接していくうちに、なんかこうワンちゃんもね、感じるものがきっとね、変わっていくんだろうなと思うんですよね。さてさて、でトレーニングもね、一緒にやったりとかね、いろいろ他のワンちゃんにもね、実はね、すごくね、クマちゃん面倒見が良くて、これまでね、いろんなワンちゃんの面倒を見てもらったんですけど、明日ね、もらってね、いただけるかもしれないということでね、トライアル入りますので、幸せになんだよね。もうやっぱりね、自分もね、思うんですよ。もちろんね、うちにいることはね、幸せだと思います。たくさんのお客さん、たくさんの人で、私たちと一緒にお散歩行ったり遊んだりする日々もね、きっとね、楽しくね、すごくね、濃厚な時間だったと思います。ただね、いつもいつも自分は、磯崎さんは飼わないんですか、まあ、うちでも飼ってる子たちはいるんですけど、飼わないんですかっていうのもね、結構ね、言われたりはするんですけど、やっぱいる時間が長くなると飼いたくなっちゃいますよね。今も、雷神丸と、あとマリーちゃんかな、一回出たんだけど帰ってきちゃったね。この子たちはね、絶賛今もね、飼い主さん募集中ではありますが、まあ慌ててるわけではないんですけど、もうやっぱりね、次に行って、つなげていく活動ですからね。で、あとね、自分もやっぱりね、センターから連れてきた子たち の顔つきが変わる瞬間を見ちゃうと、やっぱりね、この子たちはね、次の飼い主さんをね、求めてるんだなっていうのがね、すごくわかります。やっぱり一人の飼い主さんにね、愛されてね、飼う幸せとかね、やっぱりね、クマもね、今ね、推定年齢がもう9歳から10歳って言われてて、今から譲渡しても多分飼い主さんのもとにいるのって、それこそ本当に、4年とか5年とか、もしかしたらね、7、8年なんていう時間がある可能性もあれば、もしかするとね、3年とか4年で幕を閉じてしまう可能性もあるんですけども、それでもですね、この子たちも私もそうですけど、やっぱりね、生きてる限り次の幸せに向かっていくっていうのはね、素晴らしいことだと思います。もう今日はね、その門出ですね、もう綺麗にしてやっぱり次に行こうと思いますので、外は実はちょっと雨降ってたりするんですけどね、次にやっぱ幸せをね、呼び込むのに綺麗にね、して次に行った方がいいと思いますのでね、くまちゃんね、これまでね、いろいろどうでしたかね。もうきっとね、これからね、どん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 生活も楽しくなっていくしね、明るくなっていくしね、良くなっていくと思いますので、もちろんね、クマちゃん決まって、もしね、このままクマちゃんが、もらわれることになればね、次またセンターの方からね、ワンちゃん引き出しに行きたいと思いますので、その際はね、また、皆さんにね、報告しながらやっていけたらいいかなと思いますので、ぜひね、そういった報告もね、楽しみにしていただければと思います。
はい、それではね、これからね、クマゴンきっと幸せになってくれることでしょう。そして、クマゴンのね、こうやった次にね つなげる活動もですね、こうやって皆さんにね、応援していただいて、できている活動なので、本当にね皆さんにもね、感謝しております。またね、クマゴンが幸せになった暁にはね、また次にね、つなげていくということで、自分の、ね、YouTube のね、今収益の方が、取れてますので、その分でね、また次の命にね、つなげていけたらと思います。その際はね、また皆さんもね、温かく見守っていただいたりとかね、あとは応援していただけるとね、非常にありがたいと思いますので、クマゴンね、きっと幸せになってくれることでしょう。ぜひね、皆さんもね、これからね、ワンちゃん迎えようと思っている方ね、もしよかったら保護犬という選択肢もありますからね、ぜひね、皆さんもね、保護犬ちょっと目を向けてみてはいかがでしょうか。Thank you.